いや素直に嬉しいです。良かったです。はい、前回の試合で、まあ、2点リードしてるところから、まあ、あの2失点を許してしまったってところもあったので、まあ、点を取りに行くのか、あの、まあ、0失点で行くのかっていうのは、まあ、スタッフ含めてベンチの選手も含めて、あの、いろいろ悩むところはあったんですけど、やっぱ自分たちらしく点を取り続けていこうっていうのがあったので、まあ、そういった意味で、あの、気持ちは切らさずにしっかり前に、あの、点を取りに行こうっていうところがあったんで、点を取れてよかったです。そうですね、個人的に、あの、何を言われたっていうわけではないんですけど、まあ、チームの、まあ、雰囲気だったりとか、ちょっとこう、なんていうんですかね、良くも悪くもない流れっていうか、こう何かが起こりそうでもないし、逆にそういう時間帯で前回の試合では失点をしているので、まあ、ここでちょっとこう自分たちも相手も含めてちょっと会場全体をしっかりこう試合にもう一回、あの、気持ちを戻してもらいたいなっていうのもあって、まあ、自分のためにももちろんそうですけど、まあ、そういった意味で、あの、90分長いので、まあ、そういった意味でそういう、あの、起爆になればいいかなって思って、もちろんシュート入れたかったですけど、はいはい、良かったです。もちろんボールが素晴らしかったので、それを触るだけっていう感じだったんですけど、まあ、あの、相手のディフェンダーだったりキーパーだったりっていうのはちょっと、あの、心配は心配ですけど、ピンポイントだったんで良かったです、入って。はい、そうですね、今回、あの、いろんな短い1週間の中でシステムをこうちょっと変えてみたりだったりとか、戦い方をこう守備の段階でどうやって戦っていくのかっていうのをこの1週間短い中で、あの、いろいろトライしながらは過ごしてきて、あの、まあ、もちろん最後の方でピンチは何回かあったし、コーナーも何回かもあって、アイナックのところでコーナーで失点してたっていうのもあったので、まあ、そういったところで、あの、そのシチュエーションが起こってしまうのはしょうがないというところで、じゃあそこで点を入れられるのか、そこを防げるのかっていうところを、まあ、精神的なところですごく、あの、難しいんですけど、もう一回その技術云々もちろん大切ですけど、もう一度チームで一段となって心のところで少し、あの、立ち返ろうっていう1週間を過ごしてきたので、まあ、そういった意味でゼロ失点っていうのはすごく自分たちの自信にはなったのかなと思います。そうですね、もう自分たちは、あの、やるべきことは今日はやったので、あとは結果はもちろん気にはなりますけど、まあ、これから長いシーズンに向けては今日よりは明日、明日よりは去ってっていう風に少しずつステップアップをしながら、まあ、ちょっと人数は少ないっていうところもあるんですけど、途中から出てきた選手たちが結果を残せるようなチームにはしていきたいので、あの、次へ次へっていう風に、あの、流動的に選手が前向きになれるようなシーズンに向けてスタートを切っていきたいと思います。